でもアルタならあるたってすぐアルタの目の前のあのそこの通りスカウト通りって通称言われてる道があるのってご存知ですか新宿の東口から、えー、歌舞伎町側に行こうとするとアルタのすぐ脇の道を通ることになるんですけど多分それが理由なのか分かんないんですけどもそこにあの一時期すごいあのスカウトマンとか。 ナンパの方がもうすごいいらっしゃってて女性に声をかけてちょっと夜のお仕事しませんかとかそういう感じの通りだったんですよなのでそこの通りを避ける女性結構多かったんですよねもうおなじみみたいになっちゃって明るい時間からそんな感じなんですよ 夜の歌舞伎町だからとかじゃなくてもう明るい時間からもうめっちゃ声かけられるから向こう側に行くのもひと苦労だっていうことで、えー、そこから一本外側の通り西武新宿線側にぐるーんとちょっと回り遠回りになるんですけどもそっちを回れば全然人いないよねって言う道があるんで割と遠回りする方結構いらっしゃったらしいんですよ。で僕に話を聞かせてくださった女性も 何度かお仕事の関係とか友人との待ち合わせだったりでそのスカウト通りを通れば近いのにっていう状況になったことがあるそうなんですけども2回ぐらららい通通っっってても嫌だと思ってからはなななくなったそうなんですで今はぐるーんと回ってちょっと遠回りなんだけどそっちから行ってるんだけどなんかおかしなことが起きたんですよって話を聞かせてもらってスカウト通り歩いてる時ってやっぱりまあちょっと。 ビシッとスーツを着たような方に声かけられる時もあればもうパーカー姿の兄ちゃんに軽い気持ちで声かけられることもあってでこれ、知らん顔してすっともう返事もしないとか普通にこう手でパって制していくとかやってたんですけどもぐるっと回ってる最中に前から来たスーツ姿の男性しかもすらっと身長も高くてちょっとイケメンなんですよね。もう なんでしょうね夜の感じがしなかったんですってなおそらく普通のビジネスマンとかヒール職の何かそういう方なのかなと思って特に気にも留めてなかったんですけどもスラッとしてるその男性が横まで来たんですよで横まで来た時にすれ違いざまに急に腕バッて掴まれたらしいんですよでうわっと思った時にうわ結局なんかシュッとして見えたけどそういう人なのかと思ったらバッて来て掴めたって言ったらしいんですよ掴めた掴めたどういうこと 真横でそれめちゃめちゃ気持ち悪くてで若い女性なんで「いやちょっとやめてください話してくださいよやめてくださいよ」って言ったら「つかめたつかめたええつかめた」って言うんですよこっちからしたらすげえ気持ち悪いんですけど、うん、向こうのこの「つかめた」っていう声のトーンは「つかめた」って感じなんですけど満面の笑みなんですってすっごい嬉しそうでも声のトーンは「つかめた」「つかめた」えー「えー、えー、ええええ言いながらそのまま腕ええ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 え すれ違っていったらしいんですよ<何>でその時「えっ!」と思って手を離していったじゃなくて掴んでた腕をそのまますっと離していったぞと思って後ろ姿を見たんですよそうしたらその人は普通の普通のもう生きてる人の後ろ姿で新宿駅方面にわーって歩いていくわけですよ、うん、うわ何があの人めっちゃ怖いなと思ってたらその人と同じ格好同じ顔同じ身長の人が ぐるっと回った先に4人ぐらいいたそうなんですよ何それ、えー、でその人たちがこっちに気が付くと4人歩いてき始めたんで<わ>私引き返して結局あの忌々しいスカウト通り通りましたよっていう話聞かせてもらいましたええー、あ,ありがとうございましたなあ気持ち悪いな気持ち悪い何がいるんだあそこはわかんないですええー それも何か分かんないですよね、まあ、もうもすり抜けていったってことは、うん、まあ人間じゃないんでしょうけど。でしょうけどでも別になんかじゃあいわゆるお化けの,その血が出てるだとか、はい、どっかが怪我してるとかでもなくめちゃめちゃ小綺麗なシュッとした感じだったらしいですねでしかもね何かこうこっちに伝えるってわけでもないですもんねただただ触れた、うんね、触れられたことを喜んで、うん、どっか行って。 いや同じ姿のやつがいるっていうのも何なんだろうなそのとなんか閉じ込められてんのかな,なんか変な<ー>変な空間というかああ面白いですね確かにねでも何でそれが同じ人なんかも分からないですしね、はいうん、いやマジで分からんななんだ不思議なあそこ特に、まあ、大回りするとちょっとぐるっとねあのカーブしなきゃいけなかったりするんで。はい ちょっと歩いていてかななきゃ先が見えないわけですよこの話僕聞いてからかあそこぐるっと回るの怖いだろうなと思って、うん、ま自分はあんまりあそこ歩く機会ないですけどよかったなって本当に思いました、ね、いやー確かにね回りっぱなにいたら最悪じゃないですかうん怖いあれなんやろ